昨日、広島県に緊急事態宣言が出されたことを受けまして、今後の対応についてご説明をいたします。直近の感染状況ですが、こちら発症日別の流行曲線となります。新規感染者数が急増を続けておりまして、これまでに経験したことのない大きな感染となっています。直近1週間の人口10万人あたりの新規報告数は県全体で 48.6 となっており、分科会参考指標のステージ4の目安となる25を大きく超えております。特に広島市においては 73.5 となっておりまして、ステージ4の目安25、これは本当に大幅に超過をしているところです。直近1週間の報告数も1300人を超えておりまして、過去最大の感染拡大といえる状況です。県内各市町の感染状況を見ますと、市町ごとの直近1週間の人口10万人あたりの新規報告数を示しておりますが、ステージ4の目安となる25以上となる市町が多くなっております。こちらの図のですね、赤く塗ってあるところが25以上となるところであります。市町間で人口に差がありまして、一概に評価することは難しいところもありますけれども、県内全域で感染がかなり高いレベルで広がっていると言えると思っております。感染拡大に伴いまして、病床や宿泊療養施設の使用率も増加を続けております。病床の使用率は 64.6% でありまして、宿泊療養施設も含めた全体の使用割合は 64.3%、 いずれも 50% を超えております。こちらの図のですね、下のこの緑の部分、これが病床でありまして、その上に紫のホテルが載っております。順次このように追加をして、またさらに追加をする予定になっておりますけれども、現状6割を超えるというところで非常に厳しい状況にございます。こうした深刻な感染状況から全県でステージ4と引き上げたところであります。なおステージ4となるのは初めてであります。さらに広島県に緊急事態宣言が発令されました。措置期間は5月16日から5月31日となっております。感染拡大初期から他の自治体の感染の増加スピードなどを参考にしまして、また足元の感染状況などを見まして、県内の感染の拡大予測を行ってきたところであります。当初予測していた増加、この赤い点線ですね、これがまあ当初予測だったわけですけれども、直近で感染拡大の速度が低下せずにですね、こちらのこの上の赤い線の方、こちらがまあ新たな推移の予測となっております。5月19日までの週ですね、5月19日までの週が273、こちらですね、273というふうになっておりますが、本日はですね、本日15日ですね、15日の時点で240人ぐらいの見込みとなっておりまして、19日時点のこの予測であります273に近づいているといったような状況です。対策の効果が現れなかった場合にはですね、5月26日までの週で1日平均491人、こちらですね、それからさらにそれが進みますと、6月2日までの週で883人というような予測になっております。すでに過去最大の感染拡大となっているところでありますけれども、これ以上のですね、まあ、このような線に沿ったような拡大は何としても防ぐ必要があるというところであります。これまで、これ、次は先ほどご覧いただいたやつの拡大になってますけれども、
これまで感染拡大防止策を講じるとともに、病床、それから宿泊療養施設の拡充も続けてきたところであります。黒い点線が受け入れの上限数、これは病床と病院とホテルを合わせたものになりますが、さらに現在追加で拡充を続けているところでありまして、必要な医療などが提供できるよう体制を整えてまいります。そして当面の PCR の戦略でありますけれども、感染が拡大していないときには幅広い PCR 検査を実施してきました。また拡大傾向になったところでですね、対象を絞った春の PCR 集中実施、これは県外移動があった方を中心にですね、春の PCR 集中実施を行ってきましたが、感染が急拡大しています現在の状況を踏まえまして、行動制限という強い対策に切り替えて、PCR については減少局面において規模の大きな全事業所を PCR 集中実施を実施をするということといたしました。この集中実施を活用して感染の減少期にですね、確実に早く収束させていきたいと考えております。これまでですね、PCR 検査によるモニタリング、それから積極的疫学調査などに注力をしてきたところであります。そして本格的に PCR 集中実施を行おうとした矢先に、感染が急拡大をしております。現在の非常に厳しい感染状況を踏まえまして、外出自粛や飲食店の時短営業などによって、感染に関与する人口をコントロールして、これ以上の感染を抑え込む必要があると考えております。こちらがですね、この全体のこの感染の伸びに影響する要素のモデルですけれども、1マイナス検査による隔離率、これが隔離率が上がればですね、伸びが小さくなると。で、感染率というのはマスク、手洗いといったような方策で、感染しやすさを抑えていく、ここはもうできるところまでかなりやっていると思っております。感染に関与する人口をコントロールすると、こちらが、いわゆる人流のコントロールになりますけれども、かなり、コストとしてはかかるものでありますが、現在の感染状況を踏まえますとですね、こちら人流を抑制すると、人と人との接触をとにかく減らしていくということを最大限行っていかなければならない状況だというふうに考えています。コストについても、また社会的にですね、県民の皆様へのご負担も大変大きなものになりますし、さらには事業者の皆さん、休業あるいは時短を行っていただく皆様には非常に大きな負担となりますけれども、ここで何としても感染拡大を抑える必要があると考えております。そのため全県で外出を半減、これを徹底してまいりたいと思います。その結果として人と人との接触の8割減を目指してまいります。県民の皆さんには日常生活上必要な買い物も含めてですね、外出を半分にすることを求めるとともに、出かける先となるお店や施設などの休業要請等を行ってまいります。その休業要請等でありますが、まず飲食店についてでございます。まず対象の ① すでに時短営業を要請をしておりました広島市中心部の酒類を提供する飲食店についてであります。緊急事態宣言を受けまして、5月16日から改めまして、5月31日まで原則休業を要請いたします。6月1日は現在のところ緊急事態宣言が終了する見込みでありますので、期間をですね、超えるところでありますので、6月1日は当初の要請通り時短での営業が可能となりますが、酒類の提供は11時から19時までとなります。この具体的なエリアについては次になりますが、この黒い点線で囲われた広島市中心部の飲食店が集中しているエリアとなります。
続きまして、県内全域、まあ、今の、お示しした地域以外のところですね、この種類、またはカラオケ設備を提供する飲食店等についてでございます。こちらも原則休業を要請いたします。なお、お酒の提供をやめて20時までの時短営業を行うことも可能です。その場合はですね、お酒、種類およびカラオケ設備を提供しないこと、営業時間は午前5時から20時までの間に短縮するということが要件となります。現在の集中対策期間の最終日となる6月1日は時短で営業していただくことが可能であります。すべての期間中に要請に従っていただくことが支援金の支給条件となります。ただし準備などのため協力開始が5月16日に間に合わない場合もあろうかと思います。その場合でも5月19日までにこの協力を開始をしていただきまして、6月1日までのすべての期間においてご協力いただければ支援金をお支払いするということとしております。飲食店の最後が広島県内全域で先ほどの1と1と2以外のお店、つまり酒類提供のお店以外のお店であります。酒類提供以外のお店というのは酒類を提供していないお店ということですね。例えば喫茶店、あるいはお酒を提供していない定食屋さん、そういったところになりますが、要請内容としては20時までの時間、時短営業ということになります。こちらもすべての期間中に要請に従っていただくことが支援金の支給条件となりますが、先ほどと同様にですね、準備などのために16日に間に合わない場合でも19日までに協力を開始していただいて、6月1日までその残りのですね、すべての期間においてご協力いただければ支援金をお支払いするということとなっております。こちらですね、今ご説明をした飲食店に関する要請についての概要とスケジュールであります。これ大変ちょっと事業者の皆様には大変複雑になっていてですね、申し訳ないんですけども、12日にすでに対策を始めておりまして、我々の対策6月1日までとなっております。この間にですね、緊急事態宣言が今5月16日から5月31日まで、はまっておりますことから、これ以外のこの挟んでいるですね、両側はオリジナルの県の対策となっておりまして、ここはですね、緊急事態措置を受けた県の対策ということになっております。非常にですね、ちょっと複雑で支援金の計算も難しくなっておりますが、ご理解とご協力をお願いを申し上げたいと思います。それから人が集まる大規模施設についても制限を行いたいと考えております。1000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者を対象に時短、そして休業要請を実施いたします。全期間要請に応じていただいた場合には別に決定する協力金を支給いたします。例えば百貨店、あるいはショッピングセンターなどの商業施設は5時から20時までの営業時間に時間短縮を要請いたします。さらに1万平方メートルを超える大型の施設は土曜日日曜日の休業を要請いたします。劇場など、映画館や劇場などで1000平方メートルを超える施設については朝5時から20時までの営業時間短縮を要請いたします。なお、感染状況によりましてはですね、今土日の休業要請一部に行う予定ですが、この拡大も検討してまいりたいと考えております。続きまして、イベント等についてでございます。緊急事態宣言の期間中、人数の上限を5000人、もしくは収容率 50% 以内の少ない方を上限といたします。
また営業時間についてもイベントについては21時までの短縮をお願いします。なおイベント主催者の方に対してでありますが、変異株の流行を踏まえましてマスクの常時着用の呼びかけ、またマイクロ飛沫対策としての十分な換気などの徹底をお願いいたします。次に県民の皆様への要請であります。今皆さんにお願いしたいことは、とにかく外出半減の徹底であります。具体的には生活必需品の買い物を含めて週末平日かかわらず外出を半分にしてください。なお通院通学通勤などは除きます。特に20時以降の外出は控えてください。やむを得ず外出するときは人と人との距離を2メートル以上空けて接触機会を減らしてください。県内を含め他地域に行かないでください。友達も呼ばないでください。同居家族以外との食事は飲食店や家などの場所にかかわらずやめてください。店以外の場所での飲食で友人間などでの感染の例が多く見られております。また鼻づまりや喉の痛み、ちょっとしたものでありますけれども、普段なら病院に行こうとは思わないような軽い症状、おそらく症状だとも認識されないかもしれませんが、そういった違和感を感じたらすぐに医療機関を受診してください。現在ですね、こういった方のコロナの陽性率が非常に高くなっております。そして事業者への要請でありますが、ご覧のことを要請いたします。出勤者の7割削減の徹底など、人手の削減や人との接触機会を減らしていただくようにご協力をお願いいたします。繰り返しになりますけれども、広島県は緊急事態宣言が発令されるほどの深刻な状況となっています。今できることは全県で人手を最小限にすることであります。関係のない県民の方は一人もいないということです。全員が外出を半減してください。目指すのは人と人との接触の8割削減であります。一日でも早く日常を取り戻すために、お一人お一人のご協力をお願いいたします。私からは以上であります。